演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーマートの丸もち生ドラ、丸もち生ドラ白玉いちごを食べたいと思います。ドラ焼きの中にいちご味入ってるのかな。わ、割った瞬間にいちごの香りがもうしてきましたね。こんな感じで取り出すと、で割ってみますと、おっと、おお、確かにいちごたっぷりで美味しそうなんですけど、これどら焼きなのかな。ではいただきます。シエはどら焼きっていうの、まあいちご美味しいけどから。あんこが入ってるのでやっぱりどら焼きとはちょっと違うかなと思うのですが、中に入っているいちごジャムとクリームはそれぞれ違った酸味、甘酸っぱさを感じることができて美味しかったです。やっぱりいちごはいいですね。そして白玉もしっかりとしたモニッとした食感が口の中で変化を与えてくれて、これも良かったです。どら焼きとは違うと思いますが、パンケーキとして食べるならこの上なく美味しいですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。